ジャン君とポンちゃんは朝日待ちをしています。今ポンちゃんに少し日が差し始めました。朝7時です。うん、やっと日が差してきたけど、ジャン君も行っちゃうの？ジャン君、太陽待ちしてたんじゃない？日がちゃんと入ったらまた行くんだね。ポンちゃん、ポンちゃん、ちょうど日が当たり始めて気持ちいいね。の光が入ってきました。ポンちゃんはぬくぬくで寝ています。ジャン君用の日はまだ少ししか入ってないかな。もう少し開けるんだ。ジャン君どうぞ。はい、ジャン君、いらっしゃい。眩しいね、ジャン君。神棚が完成いたしました。このようにですね、1階で設置しています。
ちゃん。なんか見えてる？ちゃんくん、ぽんちゃん、外から見たら可愛いね、君たちきっとね。二人で並んじゃって。
コヌちゃん。撮影しようとするといなくなっちゃうね。ポンちゃん。中継になっているんですけれども、切り替えでご覧いただけるかな。ジャン君
出てます。つけないとね。こう粘土いっぱい残ったからなんか作る。うん。で、こう量産しようか。量産？首のシュッとした猫もある。うん、なんか昔の着物のやつあるじゃん、うん、あれのちょっと現代風みたいなのが変わった。うん、かわいい、かわいい、そういうの決まりますよ。なんかチューブがちょっぴり残っている状態からのカリカリ。